皆さんこんにちは、おまりです。おまりこチャンネル68はご来光の前からスタートです。この場所は白馬、あの後ろのちょこんってなってるのは白馬岳です。はい、杓子岳の山頂からお届けしていますよ。今日も安定のブラックスタート。それではたっぷりとご覧ください。どうぞ。はい、11時40分です。はい、電気温泉スタートします。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。入ってみたいな。はい、頑張ります。すごいね、もう硫黄の匂いがプンプン。これあったかいんかな。じゃあ温泉湧いてるよ。ちょっとこの辺タッチしてみよう。あ、なんかあったかい。あ、お湯がすごい。あ、すごい。黄金の湯ってどんなだろう。ちょっと見たい。え、これもあったかいかな、すでに。これはちょっとタッチだ、タッチだ。これもかな。あ、あったかい。すごい、あったかい。あ、すごい。あー、あ、ここそう。100万回ぐらい。わあ、めっちゃいい。あ、入りたい。マリさん、電源温泉の露天黄金の湯です。これがそうない。入っていい？入ってください。飛び込みます。やれよ、ほんまに。どう、あったかい？めっちゃいい。ねえ。はい。スタートから1キロ来たところですね。あと4キロで白馬大池です。どんどん行きましょう。はい、またまた標識スタートから45分でここです。どんどん行きます。遅いとか言ってる。そんなことないよ、一生懸命。山頂とは、行けるかな。行けるかな。頑張ろう。はい、2キロ来たよ。スタートして1時間3分。天狗の庭。天狗の名前のついたとこあちこちにあるね。はい、白馬大池のようです。真っ暗なのでまだ池が見えません。テントある。外から2時間、白馬大池です。明るい時に見たら本当綺麗やろうなっていうとこですね。はい、午前2時40分コレンゲ山に登頂です。新潟県最高峰です。ようやくここで休憩。はい、コレンゲ山です。補給にちっちゃいお稲荷さん3つ食べました。デーブ、デーブ、え、デーブ、デーブ。今日はいっぱいカロリー消費するから食べていいです。デーブ食べます。デーブ、デーブ、うせえ。本日もドーピングです。今日は何ですか。今日はね、アリナミン。アリナミン、これ飲んだらどないなる。ビョーンってなります。じゃあ飲まんとこかな。そんななりたないわ。3時24分三国境です。こっち 3方向に分かれてます。はい、白馬岳に向かいます。星空がすごい綺麗っていうので、
が出てるような感じ。師匠がカメラをしまうのを見て、その隙にフライングスタートで先頭歩いてます。すごいわ、きついね。おお、もくもくと登ってきた。見覚えのあるところに来ましたよ。師匠、終了はどこよ。そっから出てきた。ちょっと覗いてみようかな。はい、真っ黒け。こっから来たのか。あ、感動の狩猟以来の白馬岳山頂です。はい、ふぅ、やったね。すごいね、この石下ってきたのかね。え、運んだ。何か言ってました。部屋人もそうです。はい、お疲れ様です。はい、三角点タッチ。いやー、ほんと朝の4時はね、まだ暗いね。何も見えんわ。はい、白馬山荘に到着です。朝からよく食べてますね。今朝やもんな。夜中から食べてほしいですよ。最後まで残ってんのか、在庫は。いけんの。武将さん、取られますよ、食料。はい、ちょっと休憩させていただきました。4時50分です。ガスが抜けました。では先へ進みます。はい、白馬岳山荘のね、夜明けです。はい、こんな感じです。もうそろそろ夜明けですね。はい、白馬大雪渓の方から上がってきたことはありますけれど、今からこの行く先は私初です。時々朝の5時を過ぎて、だんだんとね、夜が明けつつありますね。すごい、すごい下ってるけど、あれ登り返しするんやね。すごい、しんどそう。めっちゃ降りてます。めっちゃ降りてるよ。タグちゃんどうですか。ねえ、最高の予感。はい、正面一番高いとこ白馬岳ですね。はい、ぐんと降りて今登り返しです。雲海も綺麗。はい、どんどんまだまだ登るよ。杓子岳の手前ですね。はい、はい、この上で人います。見えるかな。杓子の山頂です。はい、ここはザレててね、急ですけど頑張っていきたいと思います。山頂ですよ。やりました。すごい、こりゃすごい。すごい、よく見えるね。剣、まもなくご来光です。最高です。雲海もすごい、そして白馬もバッチリ焼けてきました。すごいね、すごい景色ですよ。絶景。私の顔が焼けている。じゃん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 。ほら、
最高ね。はい、ドクちゃん今日も絶好調です。はい、そして星野さんはカメラに夢中。かっこいいの撮ってるんでしょうね。白馬だけど星野さんです。気持ちいいね。そして師匠どうですか。最高です。いいね。本当こんなとこ連れてきてくれてありがとうございます。はい、こんな雲海あるんでしょうか。おまりさん、あるんです、あるんです。すごいですよね。すごい、今日最高。はい、師匠何回目ですか。知らん回目や。すごい何回も来てるわここは。そうなん、はい、私にも聞いて。何回目ですか。初めてです。やったー。トグちゃん何回目。初めてです。やった、一瞬。星野さんは何回も来てるよ。常識や、常識や。全然大したことない風な2人とテンション上げ上げの2人です。はい、絶景の中ね、白馬槍ヶ岳に向かって歩いていってます。おまりさんどうですか。ねえ、最高です。頑張っていきましょう。おーすごい、うおすごいよこれ。雲を背負った戸口くん。はい、いけ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 、走らしれ100マイラー。やばいっすよ今日。やばいよ、すごいすごい、この雲海ねえ、すごい。もうなんかすごいしか言えないですね今日は。すごいすごい、本当こんな雲海見たことないぐらい。降りてきた。そしてここまで降りたら今度これ登ります。友人頑張って。よしよし、はい、そして奥に真ん中白馬岳、そして朝日岳、そして星野さんがやってきました。ガツンと降りて、これ師匠たち登り返してる途中です。こんな絶景の中登っていってます。ほら、あと少し。はい、私の影が映ってます。すごいとこにいるよ、二人。誰のここ上がるのしんどいんだけど、景色がいいからね、にっこり笑顔です。頑張れるね、はい、頑張りましょう。もうあとそこ白馬槍の山頂です。ほんと一周がね動いてね、ガレガレ足取られるんだけどね、師匠早いな。はい、あっという間に置いていかれました。こんなぼちぼち行こうか。うー、これね嫌いよ私、一番苦手です。こんなとこ白馬槍ヶ岳、はい、6時55分56分かな。白馬槍ヶ岳2903m 登頂です。タッチタッチ、槍ヶ岳も見えてます。前穂高も、穂高も見えてますね。鹿島槍も見えてます。雲海は相変わらずすごい。はい、剣岳とね、星野さんすごいかっこいいですね。秋晴れすごいです。気持ちいい。はい、友達さん海坊主みたいになってますけど大丈夫ですか。真っ黒やん。はい、おまわりさんどうですか。暑くなってきた。もう天狗酸素でいろいろ装備整えましょう。早い早い早い、行っちゃったよ。はい、おまわりさん走ってます。今日はねちょっと長丁場で走れるところを走っていきましょう。はい、頑張ってよ。足止めたかんで、誰もやめろ言ってないぞ。走れよ。やべえ、進まねえわ。はい、おまり師匠どうすか。今日はね、本当はブラックスタートで初めどうなるかなと思ったけど、
ね。ねえ、おまりさん来てよかったですか。来てよかった。補給ばっかりしてるからこんなポンポコリのお腹痛いちゃった。全体的にブクブクして。もうね、青空で最高です。最高だね。はい。じゃあ続いていきましょう。すごいね、みんな雲海の上を歩いてるみたいな感じだね。午前7時38分天狗山荘にやってきました。ここでちょっといろいろ脱ぎます。暑い暑い、はい、帰らずの剣なんか池がある。池。装着。入れました。めっちゃ飛び出てる。山里さんフレームイン。何ですか。はい、天狗山荘からね、変わらずのキロっていうのに向かって歩いてます。晴れてますね。気持ちいい。はい。剣岳を見ながらずっとから松岳まで行きます。ここに見えてるのがあれ八方尾根ですね。この雲にかかってずっと斜めに降りてるの。1個目2個目のピークが入らない。あー、これ降りるのか。はい、明日はちょっとバスケラー池の辺り。あー、池、そうか、スキー場も真っ白系やね。じゃあ明日から見たら、うん、はい、すごっ。はい、8時5分です。天狗の頭。ここからまた下ります。ここまでちょっと登ってきました。登ったり下ったり。だけどね、ずっとこの雲海と剣岳と槍ヶ岳。槍です。槍ヶ岳がね、見えてます。はい、なんかあの先にカクンと落ちるところがね、帰らずの剣キレットなんですって。はい、ドキドキワクワク、はい、秋晴れですね。剣岳をバックに帰らずのキレットに向かってまーす。頑張るよ。おい、はい、大変遅くなりましたが、今日のメンバー紹介です。まずは師匠、どうもです。おはようございます。頑張るよ。もう半分以上来てるけど。そしてミスター戸口です。はい、いつ以来でしょう。靴を忘れた。そう、はい、靴を忘れた戸口ちゃんです。今日はちゃんと、はい、自分の靴持ってきます。あの時忘れて買った靴じゃありません。まあ大事なことです。はい、もう一生言われます。はい、今日は靴持ってきますよ。そしてミスター星野、イエーイ。見て、腕組みしながらかっこよく降りてきたよ。できる人はね、うん、でも山はね、腕組みなんですよ。バランスがいいですよ。皆さん、手足長いからね、あえてしまってるんですよ。星野さんは、これから行くところも何回も来てるの？一日で日帰りしてるの。あ、一日で2回も。今日1回じゃ物足りないって戻っちゃうかもね。はい、ミスター星野です。今日よろしくお願いします。ゴリオさん、ついに来ました。これ紅葉に天狗の大下り、丸いマークありますね。で、ここガレガレガレっていうところを降りて、ギュンってこう左にカーブしていますね。これ行って、まだ降りて、で、この茶色と緑の斜面、あのちょんちょんをずっと渡っていきます。で、この真正面向こうに山小屋見えますね。あの右側にあるのが唐松岳です。あそこまでが帰らずの剣、帰らずのキレットです。想像してたよりも長いので、私びっくりたまげてます。頑張ろう。はい、ここの下り、ここからです。帰らずのキレット。あ、ここがメインだったのか。せやで、ようやけで。はい、大キレット経験済み
ので慎重に参りましょう。まあ西方奥方も行ってるし、せやな、北釜も行ってます、せやな、落ちたけどゴジラの背も行ってます、せやな、ここは成功したよ、頑張ります。奥方から南稜も行ってます。そうです、とんでもないコースちょっとずつね弾いてますので、前穂高だけ A さんも行ってます。 A さんはひどかった、でも行ったからね、残りよ。はい、おまりさんがね、これからね、キレットの核心部に行きます。はい、行ってらっしゃい。はい、続いてね、とぐっちゃんとね、おまり師匠が降りてきます。帰らずのキレット加工中です。雲海ですね、雲海すごいですよ。はい、このね、雲海の奥に見えてるのはドゥ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 、なんとここにですね、八方池が見えてます。師匠とぐっちゃん3人降りてますよ。内野さん加工中です。帰らずのキレットの天狗の狩り台です。ここはね、一般道なんでね、なんだかんだ言ってもね、一旦帰らずのキレットいかがですか。足元しっかり確認して降りてるので大丈夫です。たまにこうパッと周り見渡すとすごいとこに来てるなって思います。でもね、めっちゃしっかりしてますよ。慎重に行きましょう。うん、ここ。あ、そうそう、うん、あの、ハイマッタイを上がっていきます。はい、ここはね、帰らずのキレットの中でも歩きやすいパートです。はい、今から帰らずの一方に向かってね、歩みを進めていきます。なんかコルまで来ました。このビューって丸いマークがずっと上に。はい、おまりさん、岩稜地帯登ってきてくれてます。はい、背後には剣岳です。かっこいい。おまりさんはよっこじゃ、どっこじゃ、ほいじゃ、地の絶好調です。なんなら気持ちいいね、風も。でもね、まあ、一方からまたガラガラしたとこ降りてくるから、でもどこでもね、ちょっとつまずいたら危ないからね。そう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 、やっぱり慎重にね、ちょっとした段差でも危ないから、ね、そういうことね、慎重に行こう、はいはい、振り返ってみると、このね、真ん中あたり降りてこられている方2人おりますね。あんな高いところからぐーんと降りて、今ここ安全な道歩いてます。立ち向いて続きます。はい、さっきね、じゃーん、これライチョウの羽かな、見つけた、はい、めっちゃ揺れてる面白い。はい、第二の核心、ここ降りてこれ上がっていきます。ちょっと師匠、カラマツ岳どれですか。まだ見えない、そうか、あの向こうです。あの一番高いところが天狗の奥下りのスタート地点。道なんかないわと思ったら道ありますね、見えますね、お二方いらっしゃいますね。そしてこれ登ってきました。それからここ降ります。とぐっちゃん楽しんでますか。イエイ、最高、最高や。でも実際見る方がすごいそびえ立っとるよ、雲、うん、ゴー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 。帰らずのキレット核心部ですね。まあ、鎖がついてるんでね、慎重にゆっくりと登っていきたいと思います。はい、
こんなところが上まで続きます。はい、おまりさん確信部頑張って登ってます。頑張ってよ。はい、星野さん奥に戸口くん、そしておまりさん登ってきてます。はい、秋山ですね。美しい、はい、カラツキレットはしごです。はい、おまりさんこの先はしごあるぜ。も上がってきたな。しゃあないわ今日。はい。ガスガスになってきました。これ真っ白けになるのかな。真っ白ね。はい、七日窓も赤く染まってますよ。ガスがね上がってきてるんですけどね、めちゃくちゃかっこいいんですこれ。すごい。後ろがかっこいいのよ。ちょっとね背後からガスが来て、ほんとこれかっこいいんですよ。はい、下にはとぐっちゃん、そして星野さん頑張ってます。はて、降ってくれてる。ほい、もうすぐかな、茅松岳。あれ山頂人がいっぱいいるよ。はい、こんな風に進んでいってます。余裕のとぐっちゃんです。青空が眩しいね。はい、ひばばのトラバースです。この後はこの上にぐーっと続いてます。はい、おまりさん頑張ってください。もうちょっとです。はい、唐松岳山頂もね、そう、鎖持ちながら届く。そう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 、そんな感じで。2本2本。よいしょ。あと。そこで持ってもいい。はい、はい、おまりさん2本を持ってください。はい、2本はい、とぐちゃん2本バージョン。2本なんて、お兄さんもチャンネルやってる？あ、チャンネルやっておりまして、あのスマグラーという名で山の動画を本当に不定期で。スマグラーさん。スマグラーっていう名前でやってます。骨折した動画で40万再生ぐらいした。骨折したの？多分出てくる。私はこれおまりんこチャンネルです。どうぞ。おまりんこチャンネルさんよろしくお願いします。ありがとうございます。スマグラーさんのファンの皆さん、お願いします、はい。ありがとうございます。ね、若いお兄さん、そんな危ないとこで落ちたんですか？でも美しが原ですよ。え、それがまたエースで。そうなの？すごい可愛いお姉さんもとっとこ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいね、大阪の人やった近く。和歌山岩で寝頃知ってたみたいな。びっくり。有田みかん。この人はみかんね、農協でみかんジュース作ってます。うん、和歌山といえばみかん。ね、よろしくお願いします。またどこかで気をつけて、またね、みさえだろう。ここどこでしたっけ？ニホー、ナンポー、ナンポー、ジャロー、ナンポー、ナンポー、かっこいい。山頂の皆さんに手を振ってみてます。
見えてるかな。ただ本当、はい、山頂です。やったやった。はい、おまわりさん、お疲れ様です。すごく賑わってます。すごいね、ゆっくりさせてもらいました。そろそろ降りまーす。下山です。から待つだけから、お天気最高でした。最高でした。はい、もう一回行きます。もういい。帰らずのチケットを超えるのから待つだけでした。今日はね、また本当素晴らしかったね。ありがとうございます。今日歩いてきた稜線です。帰らずのキレットです。はい、八方根のね中腹なんですがね、結構色づいてきてますね。綺麗ですね。よかった、ほんといい。綺麗です。変なお兄さんになってる。はい、もう間もなく八方池です。木道が見える。この目の前に八方池があるんです。見えないね、今日山も見えませんということで、はい、もうどんどん進んでいきます。はい、大きなケルン、ケルン3つ目ね、通過します。下りだけな。もう下りに限りますわ。はい、もうリフト前です。歩くのはここまでということで、ここでゴールにします。スントはね 29.09 キロだったけど、うせえ。山っぷはさあどうなったでしょうか。はい、またね、それは後ほどということで、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃあ乗ります。購入も下でチケット4人まで乗れる。はい、リフトで降りてます。真っ白やん。真っ白系、周り見てみようか。こんなんですよ。真っ白系系系です。でもこういう切れ方この距離だけで、うん、おー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 、草と接触したら引く引く。はい、もうここで降りるのかな、はい、そして乗り換えます。トコちゃんほら置いてかれて、ほら置いてかれて。3人しか乗ってない。トコちゃんはえ、誰悪い？今の。来てる。来てるよ。はい、では総括タイムです。はい、お疲れ様でした。はい、リフト2つ乗り継いで降りてきたところのうさぎ平カフェで、リンゴソフトクリームいただきながら、はい、振り返ります。はい、今日はどこ行きましたか。今日は蓮華温泉スタートの白馬大池から白馬岳、そして白馬三山、初めて行ってきました。私はね、ここの二人はもう何回も行きまくってるんですけど、そこからの帰らずのキレットを越えて絡まってきましたね。正解、おならざっくりだなって言われたから今日はちゃんと言いました。はい、ベテラン2人置いといて、まずトグちゃん、今日初めてのコースのとこあったもんね。初大満足。大満足です。
ったよかった。海が。海すごかった。はい。もう山いっぱいよく知ってるこのお二人もなかなか今日の雲海は良かったよっていうことでね。本当ラッキーな。本当贅沢な一日でした。良かったですね。うん。どうでした？いや、綺麗かったです。こんなに天気良くなると思わなかったしね。八ヶ岳方面からと今回帰ったから天気見て、こんだけ良くなったらね。すっごい青空やったね。うん、で雲海やっぱすごいしね。朝日も綺麗に見れたし、やっぱ良かったです。ご来光は杓子岳から、はい、見ましたね。はい、距離にして私の寸とは29キロだったんだけど、うん、まあ25、6キロね、そんなに行ってないって。言われてるんですけどね。でもアップダウンあるから結構ね、うん、足にくるししんどいし、はい、まあ戸口くん早かったけどは靴があると早い、うん、靴あれば本気でしたら早いそう、本当にありがとうございました。いやいや、星野さんどうでした？まあそうだね、うん、今二人がおっしゃってるように雲海がね、すごかったね。めちゃくちゃ綺麗だった、うん、でね、あとね、朝の白馬のモルゲンロート真っ赤にね、うん、白馬が赤く染まったのが、うん、良かったと思いますよ。ちょうどあの位置で見れて良かったですね。そう、ね、うん、私そこ注目してなかったな。さすがカメラマン。いやいや、目の付けどころが。私が朝日が上がって、朝日が上がって自分の顔赤い、く焼けてるって写真撮ったよ。バカ野郎山の写真を自分が焼けてどうすんだよ。撮ってたね、うんうん、まあまあ今日も絶景をありがとうって感じですかね、うん、楽しかった、うんうん、はい、ということで皆さん、白馬岳、そして唐松岳、ビュンってね一気に行けちゃうので、ぜひこのルートおすすめです。また美味しいソフトも食べれます。はい、で白馬岳 T シャツはい、ということで、はい、ありがとうございました。はい、次回は次回はおまりんこチャンネル69です。またお会いしましょう。さようなら。とぐっちゃんが来ましたね。気持ちよさそうだね。うい、とぐっちゃん。うい。次はおまりさん。走ってますね。うい、おまりさん。うい。そしておまり師匠です。おお、こまねちやりながら走ってる。そして白馬槍からの。絶景雲海です。